欧米の言葉で歌うためにはたくさんの息が必要だということで、息のトレーニングをしていきました。その時に胸の呼吸だけではどうしても息がキューって絞るようになっていってしまうので、深い息を使うために体の軸もね、下の方に落として、そしてお腹周りを使った腹式呼吸、喉に負担がかかっているので、それ以上大きくしようとすればするほど喉が痛くなっちゃって、枯れちゃったりひどくなると痛めたりするということにつながります。じゃあどうすればいいのかという時に出てくるのがこの共鳴でございます。ジャズシンガー、そしてボイス&ボーカルコーチのダイナでございます。ここのところライブ動画ばっかりねアップしておりましたんで、久しぶりに今日はボイストレーニングのレッスン動画とさせていただきます。ボイストレーニングのレッスン動画も今までたくさん上げてきておりますので、この私の動画の、はい、この左下ですね、左下の赤いマーク、あーって私がやってるあの赤いマーククリックしていただきますと、私の大元のページにたどり着けますので、そこの中の再生リスト、その再生リストの中にありますボイス&ボーカルレッスンというところを見ていただきますと、さまざまなレッスン動画が上がっております。その中に基礎のボイストレーニングレッスン動画というのを何本かありますので、こちらまあリンクも貼っておきますけれども、ぜひ詳しく知りたい方はそちらをご覧いただくとよろしいかと思います。で、今日はまずは基本の発声のトレーニングをお送りするんですけれども、まあ私いろんなところでレッスンもさせてきていただいております。まあ、近年は大人の方のレッスンが多いんですけれども、まあお若い方からシニアまでね、プロで活躍されてる方から、それからまあアマチュアで趣味の方までいろいろいらっしゃいます。英語の歌を歌いたいという方がきっとこれをねご覧になってる方いっぱいいらっしゃると思いますので、今日は英語の歌を歌いたい日本人シンガーの方に向けてのボイストレーニングをやっていきたいと思います。はい、何が大きく違うのかと、まあ、言語の、ね、体系がもともと違うということは皆さんよくお分かりだと思います。ボイストレーニング的に言いますと、圧倒的に違うのが1、吐く息の量でございます。息をたくさん吐くのが英語、まあ、欧米の言葉は、全般的にそうなんですけれども、日本語はそんなにたくさん息を吐かなくてもお話できちゃうエコな言語なんですよってお話をねよく私しておりますけれども、日本語ネイティブの我々としましては、そんなにまあね意識もしてないと思うんです。ただ例えば欧米の言語が、ルーツの方なんかは、例えば電車の中とかね観光地なんかで、そういうインターナショナルの方たちが、まあ、欧米の言葉で喋ってるのを聞くと息の音がすごくするの、お気づきになるんじゃないかなと思います。例えばシュッ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 っていうかね、はい、あまり彼ら小声で喋ったりしないかな、でも小声にしてるつもりでもシュッシュッシュッって言った息がこの子音の音っていうのが残るんですよ。はい、もともとそういう言語だからなんですよね。でそれに比べて我々の言語はあまりこう息をたくさん吐いたり、それから子音をたくさんねこう弾いたりとか、まあ弾く子音ももちろんあるんですけども、そんなに欧米語ほどやらなくても発音できてしまう。はい、この辺のもともとの言語の体系が違うということをまあ踏まえまして、まずはね息を吐ける体を作っていくというのは健康にもねよろしいので、ぜひやっていただきたいと思います。でこれをご覧いただいている方、お若い方からシニアの方までいろいろいらっしゃると思うんですけど、息のトレーニング結構まあ、血圧に影響したりね体調にも影響しやすいので、くれぐれもその日の体調ご自分で確認しながら進めていただけたらと思います。はい、息のトレーニングっていうのもどうやったらいいのかな、いろんな方法ありますが、今日はまずはシンプルなところで腹式呼吸からいきたいと思います。腹式呼吸っていうと、まあ、今まで練習したことある方もいらっしゃると思います。これもいろんな方法がありますが、今日は全くの初心者さんに向けてのお話ししますね。はい、まずは何はなくとも姿勢でございます。はい、背筋をスッと伸ばして
今座ってる方もそれか立ってる方、立ってる方の場合は足を肩幅に開いて、立ってる方が体の、ね、軸意識しやすいと思いますのでやってみてください。肩幅に開きまして、座ってる方も足肩幅に開きましょう。そして膝をね、立ってる方は軽くトントントンってやってみてください。要はね、あの砂時計の砂を下に下ろすような感じ、重心をトン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 って下に下ろす感じ。はい、かといって膝を曲げるんではなくて、膝は軽く緩んでる感じです。ピンと張りすぎてない状態ですが、背筋は伸びてます。はい、背筋もスッと伸ばして、この頭のてっぺんからスッと操り人形のように天井から引っ張られたような、でそれ意識すると皆さん肩も一緒にこうやって上がりがちなので、はい、背筋は伸びました、でも重心は下に降りてます、そして肩はぶら下がってる感じ、ストンと。はい、これを意識しただけで胸がね、スッと開くと思います。いかがでしょうか。はい、姿勢もね、いろいろ気をつけてらっしゃる方もいれば、ちょっと姿勢の癖っていうのもいろいろありますよね。で肩がこう内側に入りやすい方、背中丸まりやすい方、そういう方ほど開かなきゃ反らなきゃと思うと腰のところがね、反りすぎちゃうんですよ。なので腰のところは、はい、骨盤は垂直に、これもカチーンとするよりは、はい、ちょっと前倒にこう倒れてる方、前傾気味の方は少し、反りすぎの方は少し戻す。はい、骨盤ですね。はい、ここを、まあ、垂直なイメージです。はい、そこからスーッと背骨が伸びてる状態。首から頭のてっぺんまで。はい、これ意識できましたかね。はい、もう一度肩トントン。肩に力入りません。はい、そしたら今度は、口を尖らせてみましょうか。はい、これね、あの私のオンラインレッスンではもう毎回どのクラスでもやっておりますけれども、英語の口の、今呼吸のお話からしておりますけど、はい、この発音に使う筋肉、口周りの筋肉っていうのもすごくこう使うんですよね。なので唇尖らせてみましょう。はい、で、アルファベットの S の音。はい、できそうな方は SH にならないに数でね。はい、まず姿勢をその今言ったような姿勢のままで、スーッと息軽く吐いてみましょう。はい、どうでしょうか。この姿勢を意識しながら息をスーッと吐くだけでも深い呼吸は感じられると思うんですが、はい、ここから腹式呼吸でございます。まずは腹式呼吸、お腹周りに息をこう入れて、息を吐きながら、お腹へこまして、また緩めて息をお腹周りに戻すというのが、まあ、腹式呼吸のすごく分かりやすいやり方です。はい、ということで腹式呼吸もね、いろんなやり方ありますが、ちょっと先に腹式呼吸の仕組みをお話ししておきますと、はい、息はまあ肺に入って、皆さん無意識だと多分ね、こういうふうに胸が開いて、この胸の呼吸、胸式呼吸になる方多いと思うんですけど、腹式呼吸はその下の横隔膜が上下する、なのであんまりここはね、動かしすぎない、かといってガチって固めるのでもなく、スッと開いたまま、はい、なので開いたままの高さをキープするために、片手は、はい、こんな風に置いてみましょう。でもう片方の手は下っ腹に置きます。下っ腹、はい、で胸の高さキープ、はい、下っ腹をへこましながら息をスーッと吐いてってみましょう。吐いて吐いて吐いて、はい、緩めて、はい、これちょっと練習してみましょうか。もう一回いきましょう。3、はい、はい、緩めて、そう、どうしてもね、最初のうちは胸も一緒にこういうふうに落ちていきやすいと思いますが、まあ、そこのところはあまり気にせずにまずは行ってみましょう。できそうな方は高さキープです。胸の高さね。はい、もう一回いきます。3、はい。はい、緩めて。どうでしょう。はい、ではこれを今度はメトロノームに合わせて、メトロノームが手元にない方は、まあ、この動画に合わせてやっていただけるといいかと思います。最近はメトロノームもあのアプリがね、無料のアプリなんかたくさんありますので、その中からダウンロードして使ってみてもいいかもしれません。
はい、ではですね、はい、じゃあこの姿勢で、で、あまり構えすぎずに、はい、で、唇尖らせて、4拍まずいってみましょう。3、はい、忙しいでしょ、4拍。はい、今70のテンポでやっておりますが、はい、では今度は倍の8拍ですけど、そんなに長いかなって思いすぎなくても大丈夫だと思います。はい、ただし頑張りすぎないで、特にね、たくさん吐かなきゃと思って皆さんこうやって姿勢崩れてって体に力入っちゃうと血圧もガッと上がっちゃいますのでね。はい、たくさん吐くというよりは姿勢をキープしながらお腹をへこましながらというところを意識してみましょう。詳しく言いますと、実はお腹だけじゃなくてお腹周りが中央に入っていくというのが正しい方ではあります。はい、イメージですよ、あくまでもお腹周りが中央に向かってへこんでいく感じ、感覚です。はい、では8カウント、これも詳しく言いますと8拍目の裏拍で、ブレスできるといいですね。こんな感じです、やってみましょう。3、はい、休みます。どうですか、きついわって思った方いるかもしれませんよね。この英語の歌を歌ってみたいっていう方に向けてのトレーニングの第一歩、息を吐ける体を作っていくというトレーニングのご紹介でございます。ただね、やっぱりどうしても酸欠になりやすいです。たくさん息を吐いたことない体が無理やり息を吐くっていうトレーニングをしていくと、やっぱり酸欠になってちょっとクラッとかね。はい、なのでその辺体調をね気をつけつつ、はい、下っ腹の奥をしっかり使える方はぜひ使ってあげてください。はい、でさらに詳しいことは、またリンクを貼っておきます。さらに詳しいレッスン動画もいっぱいあげてますので、今日は本当に初心者さん向けのやり方だけシンプルにお伝えしております。はい、ということで腹式呼吸の第一歩いかがでしたでしょうか。ダイナのハッピーシンギーライフ、より健康に、より楽しく、自分で素敵だなと思う歌をね、自由に歌うためのトレーニング方法をいろいろご紹介しております。